はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。すごいピアノが入ってきました。ディアパソンの 170E っていうね、ちっちゃいピアノなんですよ。ちっちゃいんですけども 200cm のグランドに匹敵するぐらいすごいなってくれます。もううちの社員も弾いてみてびっくりしてましたね。ここまでなるかと、恐るべしディアパソンということですね。ここにあります。ちっちゃいですね。あの奥に 200cm のね、大きなのがありますけれどもね、これはちっちゃいです。170センチしかありませんね。はい、3本ペダルですね、ディアパソン。170E ってちょっと奥に書いてありますね。63849という製造番号です。ここに記録表が残ってますね。ちょっと見てみましょう。昭和51年のピアノですね。8月30日って書いてますね。この頃に最初の調律してますね。はい、弦音もね、そんなに大型ピアノに比べたら長くはありませんけれども、それがまたね、いいんですよね。まあ聴いてください。すごいでしょ。まあ、信じられないです。もうそれぐらいすごい。この鳴りね、本当聴いてください。ここに210センチのねディアパソンがあるんですけどね。まあ、これはこれでね、ズシンとしてすごいんですよ。ディアパソンの特徴がよく出たものですよね。この 170E の方、ちょっと音の方聞いてくださいね。何を弾こうかな。途中までですけど、こういう、ベートーベンの悲壮なんかね、まあ、すごいパワーですね。こういう曲にもいいですし、ジャズ系なんかにも合うかな、優しい、そういうしっとりした曲にも合うと思います。本当に、まあ、いろんな広いジャンルに合うディアパソンだと思いますね。本当にちっちゃいんですけどもね、ご興味ある方はぜひ生で聴いてみてください。弾きに来てくださいね。それでは失礼いたします。